こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。入国制限を反発され、中国で農韓国が巻き起こっていますが、中韓双方の不満が大爆発しているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。中国のポータルサイトバイドや SNS ウェイボーなどで、韓国の貿易政策に対する中国人たちの不満の投稿が溢れている。中国のネチズンは、韓国はなぜいつも中国に自責の念をぶつけるのかとし、全ての責任と原因を中国に見出しているようでは問題は解決されないと批判した。また他のネットユーザーは、あえて韓国が中国を遮ろうとするなど身の程知らずだとし、父の国に対する礼儀がなってないと卑下した。韓国不買運動の兆しまで見せているという報道もある。ある中国人の論評家は自身のブログを通じて、最近韓国の貿易政策と関連して中国内では韓国に行かず韓国のものも買わない人が多くなっていると関連する SNS への投稿を掲載した。それではネットの反応です。言葉だけではなく本気で実行してもらいたい。今でも観光地でたくさん見かける。中国に対して権益を強化している国は1カ国から2カ国どころじゃないんだけど、なぜ我々だけに強気なんだ。そもそも我が国のものにきちんとお金を支払ったことがあるのか。我々だけじゃなくてヨーロッパ諸国やそれ以外の国でもやってることなんだけど。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。